はい、どうも皆さんこんにちは。特集のマサです。サスケです。というわけでサスケさん、はい、本日はですね、重大発表、イエーイ、重大発表、イエーイ、というわけで、はい、まあ特集がね、また新たな発表をしますよという回なんですけれども、サスケさん具体的に何でしたっけ？マジ重大発表なんですけど、チャンネル名が変わりましたチャンネル名が変わりました。私の人生で何度も経験してきました、これ。今度はトップ就活チャンネルから何に変わりましたか？トップ就活スラッシュ転職チャンネルですね。に変わりましたね転職が入ってきましたね。いよいよって感じですね。いよいよだね、はい。まあ、僕らずっとこのキャリア支援という文脈でね、メディア展開をいくつものチャンネルで展開してきたんだけど、ここに来て就活だけじゃダメだと、きちんとね、20代のキャリアに寄り添った形で転職のところまでサポートしようよというところが、今回のこのメディアのブランド転換の、まあ、根本のところですね。もうずっと前々からおさとは話していたところで、まあいよいよ、この発表ができるっていう感じなんですけども、水面下でいっぱい動いてましたね。そうですね、毎日忙しいですけどもともとはこのチャンネルって2018年に商社チャンネルっていう名前で始まって、その後、商社の業界だけじゃなくていろんな業界を目指す学生がいるから、トップ就活チャンネルっていう風に名前変えましょうっていう話がありました。この時に実は視聴者の方の3割ぐらいの方は、就活生じゃなくて若手のキャリア層が見てたんだよね。まあ商社チャンネルだもんね。そう、商社チャンネルだし、かつトップ就活チャンネルになってもいろんな PG のゲストだったりさ、広告業界とかさ、 IT 業界からいろんなゲストが来て、でもみんな彼らその会社入ったのに辞めた人たちが出てくるから、転職ニーズがどんどんこうみんな膨れ上がったって、当時から3割ぐらいの方が社会人ずっと見てくれててさ、で、まあ、ここに来てコメントもらってたよね。そう、うん、就活だけをやる必然性って、まあ、前々からあんまり実は感じてなかったんだよね。で、まあ、このタイミングで、まあ、2年間運営してきて、ようやくこの転職の領域に関してもチャレンジできるんじゃないかなっていうところが、うん、まあ、一つきっかけとしてあったので、うん、今回はね、重大発表ということで、まずブランド転換というものをお伝えさせていただきました。さて、ブランド転換したはいいものの、ぐちゃぐちゃになっちゃったら困りますよね。はい、どんな公開スケジュールでやっていくのか、サスケさん、このあたりでどうなってますか？結論、その就活コンテンツの配信ペースは変えません。今までも、週3投稿したり、うん、基本的には。でタイミング繁忙期とか特にニーズが高い時期は毎日投稿したりっていう感じだったんで、そこの投稿頻度は変えません。なんでまず安心してほしいのは、就活生からするとトップ就活転職チャンネルに変わっても何も変わりませんよっていうことですね、まず。むしろちょっと後で言うけどパワーアップする部分がありますということで、だから配信ペースとしては、就活の方が一応火木土で夜8時に投稿っていうのを固定しようと思います。で転職の方が、一応月水金日かなの8時に投稿しようと思っていて、これを一応基本線にしてるんだけども、まあ、今後ね、またあと将来的に2、3卒が就活がね、もっとピークに入って差し掛かっていった時とかは就活のコンテンツを多めに増やしたりとか、なんなら1日2投稿したりとかっていうことで、結局は、投稿ペースが変わらない、むしろ場合によっては増える可能性もあるよと考えているので、そんな感じで一旦はレギュラーのスケジュールはそれを固定していくんで、まあ、毎日8時は特集から動画が出てくると、はい、月水金日は転職で、火木土は就職というふうに覚えてもらえればいいかなと思います。まあ、毎日20時に動画が上がってきて、その時のそのコンテンツの見分け方ってなんかサムネイルでなんかやってたんだよね、うん、確か。そうだね、サムネイルの左上かなに、右上だったかな、右上かに、うん、アイコンをつけようと思ってて、まあ、就活マーク、転職マークっていうのをつけるんで、学生からすると、まあ、就活マークついてたらこれ見たらいいと。社会人の方々だよね、これ転職って言ってるけど、まあ、転職考えてない人でも楽しめるコンテンツをしてもらうつもりだから、まあ、社会人の方々はその転職マークがついてたら、そっちのコンテンツを見てもらって、形で見分けていただければ、なんかサムネイルクリックして見てみたら、それぞれ見たくないコンテンツだったみたいなことがないように、サムネイルで見分けられるようにしていこうと思っていて、 そこも覚えておいていただけたらいいかなと。OK です。就活はこちら。そして転職はこちら。みたいな感じで、今ちょっと出てるかなと思いますんで、それをぜひご覧くださいませ。っていう感じですね。スケジュール覚えておいてください。そしてじゃあ、就活に関してパワーアップするなんていう話が先ほどありましたけど、はい、これってどういう意味ですか？これも重大発表ですね。はい、一部ちょっとサロンでは先行的に上出したんですけども、今回またパワーアップするために CMC を募集しようと思います。出ました。どんどん MC が増えるこのチャンネル僕も引き続き出続けようと思ってるし、そこは変えるつもりはないんですけど、やっぱりこう最近感じるのはフレッシュなね、若く最近の就活経験のある人たちってやっぱりパワーあるなって感じていて、そういう人たちの情報っていうのをみんな見たいんじゃないかなと思ってるんで、まあ就活終えたての子、もしくは終えてあまり時間が経ってない人たちの中で経験がすごくある、ノウハウをすごく持ってる人たちを MC に招き入れたいなと思ってます。就活経験が豊富な方
ていう定義でいくと、学生内定者に限らず若手のキャリア層、社会人の方々も対象になるということかな。そうですね。なんで、今の時期でいくと今回就活を無事終えることができた22卒の子たちプラス社会人1年目からだいたい5年目ぐらいまでをターゲットにしてます。で、就活経験が豊富な人たち、豊富である自覚があれば応募して OK なので豊富ってなんだろうみたいなことを思うことなく、自分は就活めちゃめちゃ頑張った、ノウハウ全部持ってる、語れちゃうみたいな方がね、いらっしゃれば応募要件満たせてます、そうですね、のでぜひぜひアプライしてみてください。具体的な応募要件とかは概要欄に書いてあるんですけども、はい、こちら見ていただければと思うんですが、このインターンの魅力というか何を得られるのかみたいなところを説明しておくと、やっぱり、僕とオサはもうひしひしと感じている部分だけども、学生の人生を大きく左右するファーストキャリアの決定にマス向けに関われるっていう部分で、ね、やっぱりこの動画作るの、決して楽ではないです。楽ではないんですけども、楽じゃない疲れるよだからそこは僕が手取り足取り教えるので、僕とマンツーマンで一緒に撮る形になるんですけども、そうやって頑張って作った動画がやっぱり毎年毎年再生され続けて、今年もね、印刷のことしか今たくさんメッセージもらってるけど、本当に感謝されるんでね、本当にサスケさんありがとうございます、サスケさんのおかげで例えば商社に入りましたとか、ここに入りましたっていうグループがたくさんいて、この上ない仕事だなって思うわけですよ。でそういう体験をねしたいなと思える人たちがいたら一緒に MC をやりたいなと思っていますので、ぜひそういう意思がある方っていうのは応募していただけると嬉しいなと思ってます。また新しい仲間が増えるのは楽しいからね、こちらとしてもね。だから一緒にぜひ頑張っていきたいと思う方がいらっしゃれば、概要欄の方からぜひ見てみてください。はい、というわけで重大発表やってまいりました。結論ですね、チャンネル名がトップ就活転職チャンネルなんていう風な名前に変わりまして、いまだにでもこれはブランド名トップ就でいいんですよね。そうです、はい、そこは変えたくなかったっす。変えたくないね、これはねトップ10とか言わなくていいですトップ就です、トップ就、あくまでもトップ就ですので、トップ就ブランドが展開する新しい転職コンテンツが流れてくるんだ、ワイワイワイということを思ってですね、ぜひ引き続きご視聴いただけたら嬉しいです。サスケさん、じゃあ本日の重大発表以上でしょうか。そうですね、なんで2卒のみんなもチャンネル解除しないでね、未来に役立つコンテンツ流れてきますね解除したって別にいいんですよ、はい、はい、将来ね、またどっかで顔合わせする瞬間が来るかなと思いますので、引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。トップ週見てね。